ビヨーン・アイナール・ローモーレンは、ノルウェー・オスロ出身のスキージャンプ選手である。以前のスキーフライング世界記録保持者。3歳半の時、アニ・アニ・エーリクに影響されて、ジャンプを始めた。少年時代は他に、ノルディック複合、アルペンスキー、フリークライミング、潜水やテニスなど多くのスポーツに親しんだ。12歳の時、リレハンメルのライスカーズ・シャンツェで、 自身初めて100メートル超えとなる115メートルを飛んだ。ヘスレイルスキークラブに所属し、2001年3月3日にオーベルストドルフのフライングでスキージャンプワールドカップにデビューした。2003年1月6日のビショフスホーフェンでワールドカップ初勝利、ジャンプ週間でノルウェー勢が勝ったのは1993、94シーズンのエスペン・ブレーデ戦以来である。 ミカコヨンコスキヘッドコーチの下、ノルウェーナショナルチームの主軸として2003年、ノルディックスキー世界選手権で団体銅メダル獲得に貢献した。ラージヒルは13位、ノーマルヒル10位だった。このシーズンワールドカップ総合では14位となった。2005年ノルディックスキー世界選手権のラージヒル団体で再び銅メダルを獲得。個人ではノーマルヒル4位。 ラージヒル12位だった。スキーフライング世界選手権では2004年と2006年に団体金メダルを獲得。2008年は団体銅メダルを獲得した。2006年のトリノオリンピックでは1988年のカルガリーオリンピック以来となる団体金メダルを獲得した。2008年1月12日、バルディフィエンメのワールドカップにて、 空中でスキー板が外れるアクシデントに愛背中から落下したが無事だった。ワールドカップ通算7勝、総合は2003、04シーズンの3位が自己最高位、また、ノルウェー選手権ではサマーで4回、ウィンターシーズンは3回優勝している。2005年3月20日に、スロベニアのプラニツァで行われた W 杯第28戦は、 ヒルサイズをはるかに上回るジャンプが続出する中、ローモーレンは2本目に239.0メートルを飛んだ。一人置いてスタートしたヤンネアホネンは240.0メートルまで飛距離を伸ばしたが着地に失敗、転倒したためローモーレンの記録が世界記録となった。これを受けて、翌シーズンからは裏に239と書かれたスキーを使用している。ローモーレンは ノルウェーの経営学の学校で将棋を専攻し、バールームのヘスレで両親と一緒に暮らしている。2006年、スペインのラマンガに別荘を購入。また2006年夏の初めに、オースローアスターテイルマヨースとアチクへ移り住んだ。プライベートでは2007年1月から、クロスカントリースキー選手のマルティーヌレイムシーと一緒に暮らしている。2014年に引退した。2019年に、 ガンで闘病中であることを表明し、2020年に回遊が報告された。ありがとうございます。